えぐくない人今日やばいっすね。これは多いのやばいっす。でも人が多いってことは、うん、暑いってことなんで、まあね、そうアチンガスです。今日はアチンガス、はい、恩恵受けれればいいけど、その熱い恩恵を脳のシナプス一つも使ってない会話地獄みたいな会話してたな。おっマジあるね、あるね。めっちゃ今も人マジなんか100番ずつ上がってってるんですよ。ちょうど100番ずつずれ。高田さん一番いいんじゃないですか、一人で行って一回行く、一人で行っていいと思うんですよ、うん。いやでも一人だと打てないから、まあ、待ってて、僕が入るの待っててもらって、うん、マオ君と僕は一緒に行きますか。はい、オッケーです。よし、ここでいいでしょう。まあ、傷座ろうと思ってたんで、全然取れたな。あー入ってきた。やっと来たね。結構並んだな。いやスロットいっぱいよ。エヴァ行きますか。いいよ。あでも向こう行ったな。これちょっと寝台なんですけど、だいぶきついんですけど、うん、楽しいです。 OK です。来ないね。何なんですか。気持ちいい。脳みそが溶けちゃう。全部私のやつです。お金ハザッ。これだけの方が心配でしょうがない。なんか今日トークパート多いなと思われる。おい、あー、来た。おー、一生一生やば来た。第12回パチンカスというわけでもう早くも第12回ということでねやっていきたいと思うんですけれども、今回のゲストはですね、魔王さんに来ていただきました。よろしくお願いします。そのあんまり勝ってるイメージないんだけど、どうだっけ。勝ったことない。勝ったことないよね、やっぱ。多分おそらくあのほどほどに全敗。そうだよね。だからあんまりパチンコはいいイメージがない。しかも確かに初めて来た時よりテンションが低い高田さん、うん、そらね、来たねーぐらいの感じだったのに、今負けかーみたいな気持ちよ。もうすでに。いやそれはもう各々だから。夏の陣はあのホテルで寝坊して起きてくるじゃないですか。ああそうじゃん。あれずっとひた隠しにしようと思ってたらめちゃくちゃ漫画にされてた。そうよ。で、今日もですね、うん、まあパチンコスロットやっていくんですけれども、はいはいはい、まあこの企画マオくんは初めてか。そうじゃない。ね、欲しいものをあらかじめ DMM さんにお伝えして、はい、そちらの商品を用意してもらうんですよ。はい。何をお願いしたのかまず聞きましょうか。青くんは今日何をお願いしたんですか。今日は、僕最近あの iPhone の15買いまして、はい、で動画がめっちゃ綺麗に撮れるようになったん で、あとマイクだっていうことで、はい、その某武雄くんという友達から教えてもらったそのスマホ用のマイク、はい、1万ちょいかなのやつ、はい、あ来てる、すげえ。これこちらですね、このゼンハイザーってところの。おあ、これスマホにも使えるってことか。そう、スマホにも使えるやつで、そう、このゼンハイザーの MKE200、 これがいいらしいんで、おこれをお願いしました。いいマイクなんだ。これめっちゃいいマイク。空箱だよ多分。えそんな悪いやつなの。12回もよく割と悪い人たちさ、和田さんのオリパの毎回中身抜いてる。オリパの中身がもう毎回外れる。変えてんじゃないかっていう疑惑が。あで、まあ今言いましたけど高田さんはえ、俺はい、あ、もうねはい、まあそうですよね。オリパです。オリパですね。これ一発1万円オリパ。1万円。あ、重い。これ結構重いっすよ。1万円オリパマジで重い。重い。重い。はい、DMM ポイントです。いやあ、はい、もう確定当たり。え、何この人さ、うん、1回も勝ってないしさ、遅刻もしてくるくせにさ、うん、俺らの中で一番高いの買ってるんですけど。あ、そうな。金額いくらそれ。これ1万2000円。1万2000円。僕ら1万円じゃないですか。1万円。まあ、あの今日勝ってくれればそうね、勝ちゃいいよ。いや、任せてください。やってやりますよ、とうとう。実
実戦に勝って、うん、最後のゲームに負けてくれれば、最後のゲームに負けてくれれば、うん、大丈夫です。一番最悪な気分でくれる。それが一番いい。やだな。はい、というわけでね、はいはい、今日の合計は、メダルにすると1600枚ですかね。はい、そうね。1600枚マイナスからスタートするんで、はい、まあ、プラス1600枚以上を目指して3人で頑張っていきましょうという感じでございますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。やっぱ俺金下ろしてくれ忘れたわ。まあ2万あるから足りるだろ。2万しか持ってきてないよ今見たら。行きましょう。後で金下ろしに行かなきゃ。これ忘れてたわ。そういや、まあ2万ありゃな、利息かかってりゃどうせ400で天井だから。当てよ。利息末だったら泣けるな。行きましょう。一応利息がかかってりゃったらね、100ゲームのところのゾーンで天国の可能性も一応あるから理性がかかっててほしいけど。はい、というわけで真央くんやっていきましょう。はい、お願いします。まあ寝台のエヴァンゲリオンスロット、うん、これね、目を知らないんで、うん、真央くんでも打ちやすいです。やった。ただ、うん、死ぬほどきついです。きついっていうのはどういうことだい。ボコボコにされる可能性があります。やばいね。8192/8192で、うん、ゴッドゾロイ、このエヴァゾロイが出るんで、あ、なるほどね、これ狙いましょう。オッケー、一緒にエヴァ狙おう、うん、狙おう。オッケー、じゃあ頑張ってください。最初の1ゲーム大事よ、はい、8192/1よ。はいはい、ダメでした。はい、はい、俺もね、初打ちだから、うん、初打ちで全く履修してないんで、うん、ちょっと分かんないんですけど、いいですね。そのナビが出たらリリース揃ってますね。リプレイ、リプレイ、スイカでリリースです。お、いいよいいよ、マオ君。それどんどん引いて状態を上げていくっていうゲーム性。はい。あ、なんか良さげな感じが。お、いいんじゃない？あ、ジオフロント。ジオフロントは、まあ、ちょっとあの前兆ステージですね。うん、前兆ステージの中で若干弱いんだけど、うん、一応前兆ステージみたいな感じだった気がする。いいね。これ急に当たるの？これは。どうだろう。一応前兆系です。あ、なんか暗くなってきたよ。あ、ジオフロント。俺エヴァ、俺も結構好きなんで、うん、まあ、映画は俺そこまで見てないんだけど、うん、お、なんかすごそう。右上がり、なんか強そうだね。え、すごそう。あ、お、いいフリーズ。これ強いチャンスゾーンです。お、いいぞ。ちょっと待ってね。はい。それ一応 50% 以上で、うん、AT に期待ができる。お、全部の役で、うん、AT 抽選してるんで、うん、ここ叩きどころなんで、お、レバーに気合い入れて叩いてください。OK、 いきます。おお、頑張れ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 。頑張れ頑張れ、いけ。え、あー、3か。あ、お、えー、あー、来た。おお、やったー。しかも、え、これ7あたりって偉いじゃない。プレミアムエヴァゲームなんで、はい、かなり強いっすよ。やったもうあとはそのナビとかに従って打つだけなんで、オッケー、楽しんで打って。やった、素晴らしい。あれ、これは、これでいいのか。ゆっくりでいいよ。おゆっくりでいいよ。はい、これうん、Eバーストっていうのをストック抽選してるんで、うん、そこも一応叩きどころですね。これどっちかぶっ壊したら全然勝てるんで、勝ちたい。まああとはやっぱりこのプレミアムエヴァゾロイとかね、うん、ね、引きたいね。そこら辺引いていきたいね。ゴッドってことよね、ほぼほぼ。そう、まあ、ゴッドだと思っていいよ。え、金色じゃん。え、お、押して。何それは。これはゲーム数を決めるゾーンですね。おお、おー、イバーストエクストラか。お、これでゲーム数を決めるんで、うん、あ、プレス今プッシュ、これ頑張って、これ全部叩きどころ。
いや、そんな強く叩かなくていいです。ごめんなさい。いいの来いと思いながら叩くみたいな。来い。プッシュ？これプッシュすんの？いや、プッシュは多分後で使うんじゃないかな。なるほど。お、プッシュ。おぉ、50ゲーム、そして30ゲーム、そしておぉ30ゲーム、もう一丁110ゲーム、おぉ、220ゲーム、いいんじゃないこれ。いいんじゃないですか、220ゲームスタート。おぉ、スイカ大事だからね、この台スイカ大事なんだ。スイカを引くのはいいですよ。さあさあさあ、あ、いいですね、いいですね。工場かな、はい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 。まあ、前兆には行きそうやね、まあ、工場ステージには行くよ、行ったね。さあここから、まあ、クライマックスバトル取ってなくてもここで子役引けば書き換えも一応あるから。ああメダルチ、はい、どうだ、はい、2回目の煽り狙え。大体いないねこれ。おー、いたね。まあただドラツルさん、ドラマ剣。まあこれな、正直俺本当自分の感覚で言うと誰が来てもあんまりここがマジで点灯するイメージないからな。一応まあ外れの点灯率に差があるって感じだけど、まあ、一番低いやつだね、期待値は一番低いやつ。はい、マジ確定。いや、まあどうだ、いや確定クライマックスバトルだったらもう関係ないからね。おーおーおーおおお、これラッキー。おお、これはラッキー、 80%。 はい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 、あ、これ1個取ったら中止まれ。あー、 80% 取れるだろう。はい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 、まあ通常画面、ちょっと飛ばしちゃったわ。いや当たったわ、でも当たったんだけど、当たったんだけど基本的にはね、ここから客回転してもらわないと。いやでもよかった。さあ行きますよ、行きます。荒木さんが映んなければ OK。 やばくない、え、降臨の儀なのこれ。マジ、ナイス。え、ちょっと音をさ消してるから、そう、あんまりなんかわーってならなかったけど、マジ。まあただリセがかかってると朝一は恩恵あるんで、確かここがな、44588まで行ってほしい、もしくは200枚以下でもいいから、まあ、4取るんだったらもう連続で445とかでもいい、別に。ああ、はいはい、あーなー、降臨の儀なー、てか降臨の儀引くの、朝一降臨の儀うまいな、でもな、とりあえず43、まあ、現状12枚。おお
ハッサン24の6318。あ、でもこれ200枚いってないか。何枚？ちょっと待って、掛け算ができない。あ、しかも公約7周目に、やばいな。まあまあ恩恵あるから行きましょう。まあ2倍ね、とりあえず。7周にやばいな。はい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 、まあこれ2倍したってさ。いや、こんな大それてやる演出でもないよ。144。やばない。あ、まあまあね、これもだから200枚いってないからね。でもこれでもさ、これでも288なのよ。だからこれ、ここ行ってもらわないと。こんなのすぐ終わるからな、マジで。ここもう一回行ってくれると全然世界が変わる。これ大事、これマジ大事、ここ大事。ワンチャンある、子役取ってるからワンチャンあるんだよな。まあ、ない。マジで降臨の儀やれる気がしないわ。降臨の儀やれる気がしねえ。ここでの子役はいいですよ。いいよ。さあ大事よ、これマジで。この最初が大事なんで、このゲーム最初で。左止まれ。最初がマジで肝心。ここで何もなかったらもう一生何もないから。あ、いやー、こうなるとな。さあこの降格もうラストチャンスだな。これものにしないと。お、プッシュ、プッシュ熱いよ、プッシュ熱いよ。チャンス目あるかな、これ。おい、いや、これはちょっとものにさせてもらわないと本当に困ります。はい、中ジャック。おお、いいね。はい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 、これはさすがに頼むわ。はいはいはい、これは頼むよ。後期かな、多分。怪しいか。はい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 、ちょっと頼むよ。何もないなんてことないよね。頼むよ。会期入んねー。ああ10枚ね、まあまあ美味しい、まあまあ今日ですね。 OK。 さあ終わる。まあ取れた方っちゃ取れた方だけどな。いくか。問題な。まあ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 。はい、もう
ギロチンとかも関係ない。マジでな、誰出てくるか関係ない。己の引きなのよこれ結局。まあこうなるんだよな。はい、ありがとうございます。いやこれギロチンの別に恩恵受けて取ったわけじゃないけどな。いや、もう行こう。おお、入ってた。ナイス。こんだけ厚当たり敷いて資産も全くです。お、あ、いいね。おお、え、なに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 なんかピキピキいってる、エマージェンシー。あ、いいよ。頑張れ。お、チャンスアップなんかな、さっきのかな。ただしカットインが弱いんだよな。えい、おー倒した。おー、これで多分EX バーストが、EX ブーストがもらえますね。いいね。で、あ、EX ブーストが上乗せができるんだ、うん、はんはんはん。勝つと EX ブーストが上乗せ。なるほど。だからここで抽選だ。あ、で30ゲーム上乗せだったよってことですね。あ、なるほどね。こうやってゲームを続けていくっていうゲーム性です。なるほど、分かってきた。リリス、まあだから多分リリス、リプレイリプレイ追加を引いて、うん、状態を上げてその上乗せの E バーストを刺すみたいな感じかな、うんうん。というわけで3枚目、あ、2枚目いきます。あ、はい、お願いします。この台早っ、マー君、うん、多分この台が普通の挙動なんだと思うんですけど、うん、何にも起こんないですガチできついこれこれ音ちっちゃいから、うん、ナビの音を聞き逃す。うわ、なんか、お、え、あ、これ真央くんがやってるじゃない。やったやつっぽい。おい、え、行っちゃっていいですか僕。一緒、え、一緒、え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 、やば、来た。え、え、これ確定でしょ。おぉ、走ってに、やばいやばい、出てくー、お、すげー、しゃープレミアムエヴァゲーム、すげー。これしかも、うん、E バースト3つストックから始まるんで、おー、これは熱いよ。いいよ、いいよ。1万4000、これマグいけますよ僕たち。いけるいけるいける。高田さんにボロクソに行ってやりましょうよ。めちゃくちゃに行ってやろう。というわけでね、行きましょう。持ってるね。これこの台で2人とも当たり状態でいられるってなかなか素晴らしいことなんで。多分そうだよね。うわ、すげー、あー気持ちいい、すげー、いいね、やりました、おめでとう。多分僕の情報が間違ってなければ、うん、さっきやった E バーストが、うん、これエヴァプレミアムエヴァ揃いだと、うん、3つ持った状態でスタートするので結構大きいゲーム数から始められるんじゃないかなと思ってます。いいですよ。ほら3つ来た、3つ、いいねえ、でも真央くんのやつは、うん、さっきEX だったんですよ、うんうん、僕もそれを引けたら結構2人ともいい感じにいける感じなのかな。いい、ね、そして僕1000枚超えました。おお、素晴らしい、やったー。いや、何が嬉し、何がいいって、うん、僕も真央くんも少ないゲーム数で当てられてるんですよ。そうね、それがねだいぶいいです。やっぱあの朝一から1500とかハマっちゃうと、うん、もうその日一日どうしようもなくなっちゃうんで。そうだよね。ああ。わー、1134枚。その終了画面はなんだ、なんか良さそうな終了画面してるけど な、ね、なんかだいぶ暖かい、暖かいですよね、だいぶ暖かいんだが解析出てないっす。なるほど、まあでもなんか良さそう、見る感じ、いや見る感じ、うん、普通っぽい、普通か、普通っぽいっす。お、あ、こっから引き戻しか、引き戻しゾーン、この赤熱いっぽいからね、頑張って OK。青、赤熱いんじゃないの。このエマージェンシーパチンコで見たことあるわ。あ、そこ大事よ。んー、おー、ナイス、これで引き戻しですかね。よし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 、おー
引き戻した、ナイス、やったー、これで、え、金色だ、え、これ、あっち真ん中、右、左、あ、これあれかな、Eバーストかな、引き戻したから Eバーストが来るっていう感じが、おエクストラ来い、エクストラ X、 いやー、Eバーストですね、普通の10ゲーム頑張れ、あ、これで60で引き戻したんか、戻ってきて60ゲームスタートですね、まあ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 、まあ、でもそれを続けていけばいいわけだから、よし頑張るぞ、ずっと続いてくれ、お、どう、ダメ、ダメなんだ、あ、でも煽ってるな、お、いや、来た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 、初号機、金色、え、おお、上乗せした、おお、よーし、ナイス、上乗せ、いいバスト1個、いいね、赤までいったよ、さあ行きましょう、まず1個目の EX 来い、 EX これ、これね、下パネも消えてるよ、おこれがだからさっき真央くんのやった結構偉い特化ゾーンですね、はいはいはい、おい、おお、こんな乗った、え、やばいやばいやばい、どうやったら乗るの、え、乗んない、リプレイで乗る感じ、これもしかして、おー、いいね、はい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 、増えて、いいねいいねいいね、いいよ、もっと乗せよ、あー、そういうことか、はいはい、え、15とかあんの、え、さっき30ばっか乗ってたよね、うん、30とか、あ、35、はい、50、え、でかっ、えい、30、はい、おいしょ、100、え、270ゲーム、しかもまだ4つあるから、じゃあ3つあるからね、ストック、あ、すげえ、でかい、でかい、これはでかいよ、でかい、これいいよ、おお、あるんか、ないかなと思ってたけど、おお、また昇格エピソード、まあ、一番真ん中のやつやね、外れの 12.5% でも OK、 うまい、うまい、これはうまい、もういっちゃおう、おお、うまいけど8割そろそろ外しちゃいそうでやだな、よっしゃ、あー気が楽、引きマジで8、あれ初当たり鬼のより早いわ、マジですか、鬼のより早いけど100枚ばかり、100枚連打、今100枚3連、あーやばい、まあ、まあ高田さんはそんなもんだよな、まあそんなもんか、ええ、真央くんも1000枚出てますし、うん、僕も8192引いて、あ、もう1000枚以上こう確定なんで、ええ、そうなの、高田さんまだそんなもんなんですか、俺らちょっとしか使って、俺こんだけ当ててんのにえ、まあ頑張ってくださいよ、うぜえ、俺この傷の中でも相当当ててる方なのにまあこんなもんですよ高田さんは、なるほどね、うぜえ、じゃあ行きましょうか、まあ、頑張ってくださいよ、まあ、エヴァンゲリオン最強なんですやっぱりね、うぜえ絶対伸ばすからな、マジで頑張ってくださいね、あいつら、俺がこれ今から絶対氷引くわ、俺は、うわうぜえ、俺だってだ当ててんのにな、俺決して当ててないわけじゃないのに、ダメか、まあ行こう、そろ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 なんか事件起こしてくれ、マジでもうちょっとなんかあるじゃん、せめてドキドキすらもないのよ、さっきから終わったね、示唆もなし、あ、フリーズしてる、
ここまではいいんだよ、もう今日この先なんだよな。こっからなのよ。無心で打とう。もうここに欲を出すと人間いいことないから。無です。さあこれ大事。おーいいね、左1、33%。絶対もう今日マジで取れてないからな。引くには引いてんだよな。おお、やっとや、初めて今日1回目やからな、マジで。さあ、はい、前20枚、もう20枚でもいい、もう何枚でもいいわ、もう入ったことが嬉しい。はい、いいね。いいよ、取れてる。おお、取れてる、すごいね。いやいや、よく取ったわ、もう十分。60枚でね、これ十分なんだよね、本当に。よく取ったわ、これ。もう優勢まで来てる。 OK、 継続、うまいね。1回でも続くと全然おいしい。いやー、ありがてー。上乗せ上乗せボーナス降臨。まあ大体これでしょ、1回目なんでね。まあいい、全然いい、全然いい。3回までいこう、3回まで。おいしい。あー、マジか、うまい。さあ大事。優勢。おお、うまっ。マジ？これはやっとやっと形になるかも。3回目マジ重要。次ね、次勝つのが重要だから。この次、ここはまあもうどうせ上乗せ10枚だと思うから。まあまあまあ、この次、この次。うわー、これアイコンが OK。 うわー、マジか。あー、ここに来てか。あー、マジか。まあでもよくやったわ、110枚。やっと形にしたな。終わりか。示唆は出ない。示唆が1回も出ないな。あー、プラなんだけどね、プラなんだけどねってだけやな。お願いします。
あー全部白しかない。引きりなんとか、己の引きりなんとかするしかない。頑張れ魔王、頑張れ、終わらせるな、夢の時間終わらせるな、終わるな。おお願い、頼む夢を終わらないでくれ。うわまだあんのか、終わりだ。おお、一応でもゼーレステージってことは結構いいところなのかもしれないんで、うん、まあ、ここでまた リリースとか引いたりとかね。まあ、あとは真央君ここからやっぱり赤7揃い、うん、プレミアムエヴァ揃いを狙っていきましょう。オッケー、エヴァ走り回るの好きだよ な、 なんか。いや好き、大好き、うん、大体パチンコもね、スロットも大体走ってんだよこいつら。ずっと走ってんだよね、第三東京都市を。こんなでかいやつらがさ、この街走り回ったらさ、街がめちゃくちゃになるわけじゃないですか。まあそうね、敵もいないのにただ走ってるだけってさ、ただ街破壊してる人ですよこいつらは。どっかどこ行ってんだろうねそれね。ちょっと真面目にやってよ。これで1000枚は達成と。ナイス。まあ1セット目で1000枚いけたんでいいでしょう。これあと3回あるもんね。まあでも EX じゃないと思うんで、まあ、うん、やっぱその EX かどうかでだいぶ1回の、ね、ね、セットのゲーム数が全然変わるから。 EX 引いてくれ。さあこれで、2個目かな、いきましょう。 EX 来い来い。はいはい、ラヤナミレイちゃん。これ黄色なのマジ違和感なんですよ。ああ青、ね、青じゃないですか、ね、確かに。 EXX! ダメー、 X じゃない普通のやつか、なるほど。40ゲーム、あーきついねこれ。EX 引かないとどうしようもないやつだこれ。これ俺エヴァゾロイ引いたけど魔王くんより獲得枚数低いまま終わるかも。マジ、まあこれで当たると、うん、ここで7とか当たったらやっぱ偉いんだろうな、うんうん、40ゲームこれさきつくないこの台。きついね。あ当たった。おお70ゲームスタートですね。頑張れ。でストックも使っちゃってるんでもうこれがラストセットと。なんかワンチャンその3から5ゲーム 5セットっていうのが裏に隠れてるパターンとかないかな。1457枚、さあセット数なくなりました。さあっ、赤もなし。お願い、つあきついな、きついね、あーしんどい。どうなの、なんか思ったほど伸びてないけど。もう動画見てください、僕らの実践動画。タラさんどうなんですか。え、俺よくなさそう。プラス2000円くらい。まあでもあの台はさ、どっかであの台はぶっ壊して伸ばす台だからね。いやそう、どっかでぶっ壊すしかないんだよな。初当たり軽いんだったらいいんじゃないですか。初当たりは死ぬほど引いてる。タラさん苦しいよ。いや苦しそうやね、だってないじゃんもうメダル。苦しい。1300枚も出てんのに。なくなっちゃった。飯行こう飯。はい、行きますか。行きましょう。天井いくつなのこの台。1500。やっか。いやー。うわー。